会はもったいない。よっ、ここにあり。ついてきなさい。後ろは任せたわ。この量の雪を見るのは久しぶりだな。パパが失踪するまでは私たちも雪が積もる小さな村に住んでたっけ。雪が積もると一緒に雪合戦したな。そういえばパパが力いっぱいに投げた雪玉が2メートルくらいの岩に当たって岩が砕けたことがあったな。待って、あの時私が避けれなかったらすっごい危ないじゃん。あのアホパパ何を考えてたのかな。それから4年前のある日、アホパパは突然いなくなって、私はパパを探しにヨーロッパからアジアに行ったけど全く手がかりがなくて、パパは今頃どこでバカやってるのかな。ちょっと何を見ているの。安心して、ヨがいれば問題ないわ。走る。ヨが新たに研究した陣形を試さないの。ふっ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 。ついてきなさい。ヤッホー。まだ塔につかないの？迷子かな？この空間にずっと閉じ込められちゃうなんてことはないよね。一人ぼっちでパパが失踪した日みたいに、私に返事してくれる人も待っていてくれる人もいなくて終わり。違う、今はみんながいる。みんなが待っていてくれてる。メイ先輩、姫子、テレサにブローニャ、絶対みんなのところに。眠い。ここで少し寝てもいい？あれ？通信機の信号が戻った。目標の阻止に失敗。光線中に負傷したから少しの間動けないの。目標はバビロン実験室の方に向かったわ。残りのバルキリー部隊は直ちに目標地点に向かってちょうだい。この声はテレサみたい。この近くにいるみたいね。急がなくちゃ。ロック&ローデッド。アイアイさん。どこへ行くのよ。え、迷っちゃいそう。本気で私に勝てると思ってるの？後ろは任せたわ。あちらかしら。
たまには徒歩で進むのも悪くないわね。くそ、油断したわ。第二律者がすでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないと。テレサ、なんで怪我したの？あなたは？もう、ちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナ？キアナかすらの？ふん、クソ第二律者め。幻影で私を惑わそうだなんて馬鹿にしているのかしら。私の目、キアナは今一切よ。ふん、死ね、幻影！ここに長居してはいけないわ。やっ、ふっ、やっ、ふっ、今こそ、裁きの時。待って、あなたが使っているのは、もしかして、カスラナ家のガン型なの？そうだよ。誰に教わったの？パパに決まってるじゃん。パパ？ジークフリート、ジークフリートカスラナだよ。どういうことなの？自分のことをキアナって言ってるけど。一切？あ、この空間に入った時システムに2000年2月7日って表示されてたけど、もしかして目の前のテレサは2000年の時のテレサなの？わかったわ。あなたはジークフリートの野郎の私生児ってことね。はぁ？クソ野郎、私生活が乱れまくっているのは知っていたけど、まさかこんなに大きい私生児までいるなんて。だから私のメイだって言ったのね。誰が私生児よ。かわいそうに。受け入れられない気持ちはわかるわ。全部あのスケベ野郎のせいだわ。もういいや。テレサの IQ じゃ説明しても理解できないだろうし、今はとりあえず話を合わせてここから連れ出してもらおう。そうそう、全部あのクソパパのせいなの。あいつ4年前に私とママを捨てたの。それからママも死んで、私はあいつかわいそうに。安心なさい、私がいるわ。でもまずはこの危ないところから離れましょう。任務が終わったらジークフリートの野郎を捕まえてたっぷり教育してやるわ。司令部、こちらテレサ・アポカリプス。第二列車の現状を報告してちょうだい。テレサ様、ご無事で何よりです。第二列車はテレサ様との交戦後、レーダー上から消えました。塔にある崩壊エネルギーを使って完全覚醒するために、第二列車は必ずバビロン実験室に向かうと思うわ。ダルキリー部隊に塔周辺を巡回し、第二律者の崩壊エネルギー反応を見つけ次第、司令部に報告するように伝えて。それと、第二律者との接触を避けるように言ってちょうだい。ジークフリート様は先ほど臨時司令所に到着し、現在待機中です。わかったわ。私も今から急いで合流するわ。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。本気で私に勝てると思ってるの？お腹すいた。メイ先輩に近づけさせないんだから。
私のしもべとなるもの。やっ、うっ、はっ、はっ、やっ、ただの略称よ。あれはバビロン実験室といって、天明がシベリアに作った大型研究センターなの。あそこには天明最先端のバイオテクノロジー、素材技術、パソコン、エネルギー源技術、世界唯一の大型崩壊エネルギー反応炉、エネルギー強度2000崩壊ワットを超える化け、2000崩壊ワット、ハイペリオンの革新反応炉よりも大きいじゃん。ハイペリオン？何それ、聞いたことがない反応炉ね。でもハイペリオンって響きは、うん、戦艦。うわー、言ってはいけないことを言っちゃったような気がする。とにかく第二律者は覚醒したけど、崩壊エネルギーが足りないからまだ弱いの。だから塔の崩壊エネルギーを狙うと思うの。もし第二律者が塔の崩壊エネルギーを手に入れたら、第二律者、シベリア、2000年、どっかで聞いたことがあるような。そうだ、ムーンライトスローンで倒れた時だ。あの時夢の中で謎なやつが言っていたような。2000年にシベリアで第二律者との戦いから第二次崩壊戦争が勃発し、その最中に降臨。テレサ、テレサ、どうしたの？急に大声なんて出して。ちょっと聞きたいんだけど、セシリアは？セシリア、シャニアテもこの戦いに参加してるの？セシリア、どうして？それはセシリアが私の最も尊敬しているバルキリーだからよ。そうだったの。セシリアなら来てないわよ。セシリアは1年ちょっと前に女の子を産んでね、それから休養しているの。でももし私とジークフリートの野郎が第二律者を倒せなかったら、オットー大主教は強制的にセシリアに出撃を命じるかもしれないわ。そうだね、しっかり守ってね。人類よ、よっ、ここにあり。あちらかしら。走る？余が新たに研究した陣形を試さないの？
に会ったら私のことはまだ黙っててくれる？どうして？そのほら今は大事な時だし、私のことで時間を無駄にしたくないの。それにママじゃなくてセシリア様の身に危険が及ぶかもしれないし。わかったわ、さすがは私の姪ね。崩壊降臨。ようテレサ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、ヴァルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが、何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教が、セシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では、戦いはまだ無理よ。あと30分で、セシリアがシベリアに到着する。その前に、第二律者を探し出し、殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ、俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力なら、さっき戦いの中で見たでしょ？俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと。これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソ、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートかすらな。早く早く第二律者を倒さないと。じゃないと。キアナ、何言ってるの？セシリア様のことが心配なの。体調が悪いのに戦場に行かなきゃいけないだなんて。セシリアのことが心配なのね。安心なさい。私もジークフリートの野郎も全力を尽くすわ。あの野郎は適当にやってるように見えるけど、内心ものすごく焦っているわ。あの野郎にとって、セシリアは最愛の。どうして？それはね、あの野郎が第二律者を見つけ次第、天下制裁を使うことを決めたからよ。天下制裁？天下制裁を使えば、すべてが火の海に飲み込まれる。たとえ使用者であっても、無事では済まないわ。だが、あのクソパパ！美しい景色ね。墓場にちょうどいい。雑魚どもが。よっ、ここにあり！ヤッホー！ふっはっ！ここにあり。ついてきなさい。たまには徒歩で進むのも悪くないわね。ハイド&シーク。やっ、はっ、やっ、はっ。ここが O17 よ。これはヴァルキリーのバトルスーツの残骸？どうやらこのエリアのヴァルキリー部隊は全滅のようね。でも、
壊れたバトルスーツからの信号で第二律者がここにいるかのように見せかけていたんだわ。ヴァルキリーのバトルスーツまでコントロールするなんて、第二律者の力は一体どれほどなの？テレサ、考える暇はないわ。本物の第二律者は O23 にいるはずよ。急がないと。待って、大型のヘリコプターがこっちに向かってきてる。あれは天命が配置した対崩壊重要重量型ヘリコプター。第二律者はあれをもコントロールできるの？ヘリコプターで私たちを足止めする気ね。キアナ、さっさと人類や、や、コス、や、コス。かなり時間を取られたわね。もしこれがおとりだとしたら、第二律者は O23 にいるはずね。キアナ、急ぐわよ。司令部、ここから O23 までどれくらいかかるの？最短で15分です。ジークフリートに知らせて。第二律者を足止めして、絶対に塔に近づけるなと。崩壊降臨。テレサ、報告を聞いたぜ。どうやら第二律者は俺の方に向かってきてるらしいな。ジークフリート、無茶はやめなさい。あと10分で私もそっちに着くから。10分？なあテレサ、お前第二律者と対峙した時、戦闘開始から負けるまでどれ。4分50秒。おいおい、マジかよ。第二律者はもう肉眼で見える距離にいるぞ。2倍の時間持たせなきゃならないのかよ。もし正面衝突を避けられるのなら。ああいや、牽制作戦は俺の性に合わねえし。テレサ、あんたやっぱり最初から点火制裁で第二律者を道連れにする気だったのね、ジークフリート。そりゃそうだ。じゃあなテレサ。ああそうそう、セシリアとキアナのことは頼んだ。待ちなさい、ジークフリート。ザコども、やっ、はっ、はっ、やっ、やっ、は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 っ、やっ、はっ、はっ、はっ。バカなことを。キアナ、急ぐ。テレサ、ジークフリートが点火制裁を使って第二律者を道連れにするってどういうこと？点火制裁、それはカスラナ家に伝わる天命組織にある聖遺物の中でも一二を争う破壊力を持つ武器。操縦の封印を解くと中心に眠る崩壊エネルギーが解放する。クソ、パパそんなに強かったんだ。待って、炎の体験ってどこかで見たことがあるような。キアナ、どうしたの？うん、なんでもない。急にちょっと頭が痛くなっただけ。でも炎の体験を解放すると崩壊エネルギーが溢れ出すの。その溢れ出た崩壊エネルギーは使用者をも灰にしてしまうの。そんな、ダメ。クソパパをここで死なせるわけにはいかないわ。恐怖におののく気配を感じるぞ。テレサ、まだかよ。やっぱ足が短いせいか。人類、私とこれだけ戦えるなんて、あなたはあのシスターより強いみたいね。それはありがとさんよ。戦いが始まった時から分かってたよ。テレサが来たとしてもお前にはかなわないとな。ああ、物分かりがいい人類ね。許しを買うなら許してあげてもいいわよ。
気持ちだけで結構だ、綺麗なお嬢ちゃん。俺はもう決めたんだ。最愛の人を守るためにこの命を懸けるとな。なんでその剣にそんな力が。それは地獄で考えな。いでよ天下。やっとお兄さんが見えてきたわ。待って、あれはジークフリート。この燃えている巨大なくぼみはどうやってできたのかな。それは天下制裁の力が解放されたことによってできたものよ。そんな天下を使ったらクソパパ死んじゃうよ。人類、お前たちにこの世界はもったいない。崩壊降臨。テレサ、パパのことを気にかけていたんだ。テレサちゃんがジークフリートを心配してくるとは思わなかったわ。この声はセシリア。シベリアに到着したの？セシリア様、これがママの声。ええ、間に合ってよかったわ。でなければジークフリートがどうなっていたことやら。ジークフリートはまだ生きているの？体の半分が火傷を負ってまだ危険な状態よ。頑張って治療するわ。二人は先に天下制裁の傷を治す。まさか黒煙白化を使ったの？でもそれじゃあなたの体が。テレサちゃんは心配しすぎよ。大丈夫、何も問題ないから。セシリア、ママの声ってこういう感じだったんだね。初めて聞いたわ。そうだ、塔に行けばママに会えるじゃない。ママに会うの初めてだわ。結局セシリアの出撃を阻止できなかったわ。テレサ、ずっとセシリア様の出撃を阻止しようとしてたけど、どうして？セシリアは最強のバルキリーだけれど、娘を産んでからはずっと休養してたの。もしセシリアが参戦したら。そうだ、あの夢の中の声がママが第二次崩壊戦争で戦死するって言ってた。いや、ママをここで死なせはしないわ。バーチャルでもダメ。よっ、ここにあり。ヤッホー。ジークフリート。さすがはじゃなかった、セシリア様。天下制裁の火傷も治せちゃうなんて。いい知らせじゃないわよ。天下制裁の火傷を治せるのは同じ生遺物の黒煙白化だけ。でも黒煙白化を使うと
テレサちゃん、大丈夫よ。見て、今の私は元気そのものじゃない。そんなわけないでしょ。ジークフリートの傷を治したことで、あなたの体力が半分以下になってるじゃない。もし私一人で難しいようなら、テレス…セシリア、戦わないで。あなたここ一年ずっと体調が良くなかったじゃない。私…それはダメよ、テレサちゃん。もし私たちが今引いたら、さらに多くの人が第二律者によって命を奪われるわ。人類を守るのがバルキリーの栄誉であり。人類よ、お前たちのこの世界はもったいない。アイアイさん、私に連絡を。その声、やっぱりキアナなのね。はい。あのね、お願いがあるの。セシリア様のお願いなら、たとえ命を懸けたとしてもやり遂げるわ。何でも言って。大げさね。ただママって。なんて。お願い、お願い。あなたの声、本当に私が想像したうちの娘が大きくなってからの声と似てるのよ。ママ。はあ、もう大満足。録音しなくちゃ。そうだ、私もセシリア様にお願いしたいことがあるの。今回の任務諦めて。理由を聞いてもいいかしら。テレサからセシリア様の体の状況が悪いって聞いて、しかもセシリア様はジークフリートを助けて体力を大幅に消耗して。そうね、体調も良くないし体力も消耗しているし、データを見ると第二律者はとても強いようだし、控えめに見積もっても第二律者に勝てる確率は 80%? でもテレサたちすっごく心配してて。だからあの二人は心配しすぎなのよ。大丈夫大丈夫、あなたのママはとても強い。何ぼーっとしてるの艦長。ふっはっはっふっはっはっふっ。負けるものか。崩壊降臨。もうすぐバビロン実験室に到着するわ。なのに第二律者の痕跡がないわね。テレサ、気をつけて。さっきの崩壊獣がまた現れたよ。くそ、しつこいわね。第二律者のための時間稼ぎかしら。キアナ、一緒に倒すわよ。人類、お前たちのこの世界はもったいない。やっ、はっ、はっ、やっ、は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 っ、やっ、はっ、はっ、やっ、は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 っ。私のしもべとなるのよ。はっ、
油断しちゃダメよ。早く片付けて塔に向かわないと。強い。一撃で崩壊城倒しちゃった。あれこそが全てを分解する生物、黒炎白化よ。お疲れ様、テレサちゃん。ごめんなさいね。あなたの獲物を横取りしちゃって。相変わらず強いわね。さすがは天命最強のバルキリー、セシリア。褒めすぎよ、テレサちゃん。照れるわ。そうそう。あなたの隣にいる美少女が、キアナね。セシリア。ママ。